ふもうさデイズ。プリンとヨーグルトどっちにしよう。ヨーグルトの方がヘルシーだけど、プリンの方が甘いもの食べた満足感が得られるし、どっちも買っちゃうか。いや、それだとカロリー的にも金額的にもあれだし。時間ですよ。買い物に集中しすぎて外出時間オーバー。栄養士さんが計算するとこんな味になるのか。ご飯の味が衝撃的に薄く、味噌汁もぬるい。お供的なものを買い揃える。やってやったぜ。病院食だけで完食できると優勝した気分。ダッシュ、あ、スリッパダッシュ。退院するから LINE 交換しよう。お互い退院したらお茶でもしようよ。連絡先交換は禁止です。障害を受容できてないとやりがちだよね。具合が悪い人ほど連絡先を教えがち。こんにちは、うさです。くつろいだ姿勢で失礼します。前回ずっと左手を上げてたんで疲れちゃって今回もあるあるばかりでしたね。え、ピンとこなかったって。では今回もあるあるの内容を詳しく解説していきますね。まず最初はこちら。買い物に集中しすぎて外出時間オーバー。あるあるですね。外出許可が下りると嬉しくって、あそこ行きたい、ここ行きたいとダッシュしていろんなとこ行っちゃったりするんですが、外出時間オーバーは怖いですね。病院で外出をする際の手順は、まずナース立ち会いのもと、ナース室の前にあるノートに自分の名前と外出する時間を書いて、外出から戻ってきたらまたそのノートにナース立ち会いのもと時間を書いたら終了という流れです。外出時間は 1,2 分のオーバーだったら大丈夫なんですが、10分とか15分とかオーバーするのを何回かやると外出禁止に戻っちゃいます。なので買い物に集中しすぎて時間オーバーというのはなかなかやっちまった現象なんですね。うさも以前やったことがありまして、ちょうど季節が移り変わる時期で長袖の服しか持ってなくて半袖が欲しいなーって時に、スーパーの洋服売り場で T シャツを買おうとしたんです。そのスーパーは歩いて15分ぐらいのところなので、ダッシュで行って帰れば間に合うと思ったんだよね。ただ T シャツを買うのにどれを買おうって長考してしまいまして、しかもレジが結構混んでいて確実にアウトって時間に帰ったことがあります。そういう場合は事情を事前に携帯電話で病院に連絡して事情を話せばセーフになるんだけど、その時のうさはダッシュして帰ればギリ間に合うんじゃねっていう発想でダッシュして帰ったんですね。で、その後外出禁止を食らったことがあります。ドラッグストアやコンビニもいろいろ売ってるので、あれも欲しい、これも欲しいみたいになっちゃって時間かかりがちですが、外出時間は時計を見ながら計画的に使いましょう。続いてはご飯の話3連発ですね。どれもかなりのあるあるです。病院のご飯は厨房で作られた後配膳されてワゴンで運ばれてくるので、基本冷たくなってるかよくて生ぬるい程度です。うさは猫舌なので問題ないですが、熱々にこだわりがある方には結構辛いみたいです。またご飯は栄養士さん監修のもと作られるので、当然薄味であっさりしてます。2日に1回はお魚が登場して野菜も山盛りです。いかに普段の食生活が乱れているかを自覚させられます。入院したての頃はこんな薄味では満足できません。また刺激物は出ないので辛いもの好きには耐えられません。なのでご飯のお供的なものを買うようになります。うさが一番記憶に残ってるのは病棟全体で牛角キムチが流行ったこと。きっかけは誰かが牛角キムチを持ってきてて、その瓶をご飯のトレイにバーンと置いていて、
みんなそれを見ながらご飯を食べるわけですから、もうゆだりだらだらですよ。そしたら病棟全員外出時間に牛角キムチを買ってきて、食事の時間は全席にキムチが並ぶという異様な光景の時期がありました。ウサはキムチとともにわさびふりかけも常備してたな。しかし病棟生活に慣れてくると、だんだん出されたものだけで完食できるようになってきます。コツは、味噌汁もおかずとしてご飯と食べる、炒め物、煮物は汁までおかずとする、おかずにうまいこと舌を当てながら米を食う、こんな感じ。出されたものだけで食べきれると勝ったっていう謎の達成感が得られます。退院したら自分の家の味噌汁の濃さに驚きますね。普段は塩、油、糖を取りすぎなんだなって実感します。続いては履いてましたスリッパダッシュ。はて、何のことと思う方も多いでしょう。これは開放病棟ならではの現象です。スリッパダッシュというのは、簡単に言うと脱走のことです。開放病棟は自由に外に出られる環境なので、やろうと思えばできちゃうんですよね。ただスリッパでダッシュしてもそんなに遠くまで行けませんし、病棟のスタッフを舐めてはいけません。速攻捕まりますし、そのまま閉鎖送り、もしくは強制退院となります。あ、ここで入院の種類について話をしないとですね。内容はだいたいこんな感じです。任意入院、医療保護入院、措置入院の3種類があり、本人の意思で入院するかそうでないかで大きく違いが出てきます。ウサは入院入院しかしたことがありませんが、任意入院を嫌がったところ、主治医に措置にするよと脅された経験はあります。スリッパダッシュ脱走は病院の規則違反になるので、閉鎖送りになるか強制退院になるかは、入院入院であれば本人が選ぶことができます。医師の指示で閉鎖送りになることもたまにあるけど、ただここで強制退院を選んだら、どんな未来が待ってるかはだいたい想像がつくでしょう。良い方に転がることはまずないでしょうね。措置や医療保護の人がスリッパダッシュをした場合は、基本閉鎖送りとなります。スリッパダッシュ以外にも、病棟内で自傷行為をしたり、自殺を図ったり、他人に危害を加えたり、もしくはその恐れがある場合には、閉鎖送りか強制退院を迫られることとなります。ルールを守って入院生活を送ることができない病状の方は、病状に合った病棟に行くか、それが嫌なのであれば、病院では責任を持てませんよ、ということですね。ようやく精神病棟っぽい話になってきましたね。最後はこちら、連絡先を教えがち、あるあるですね。これはあるある中のあるあるですね。そして具合が悪い、病状が重い人ほどやりがちですね。ですが精神科の治療上、この上なく最悪なことですね。ウサにも前科がありまして、初入院から2年くらいはメール交換やミクシーでの友達申請を受けたりしてました。ただし、退院してから病棟で知り合った患者同士が会うことは自滅への道でしかありません。精神障害を患っている人は、うつ系の場合、何事もマイナスに捉えて自分を責めがちで、自分を責めるのが行き過ぎると自傷行為につながったりもします。逆に躁の場合、ハイテンションすぎて周りが見えなくなることがあります。人への発言も慎重ではなくなります。パニック障害などの不安障害系の人は、予想外の出来事が起きると過呼吸になったり、最悪倒れることもあります。今説明してきただけでも想像がつくかと思いますが、退院したばかり、言い換えればついこの間まで入院するほど状態が悪かった患者同士が外で会うと、相手の発言に傷ついたり、パニック発作を起こしたり、はたまた自殺をしたいなどと言われて気持ちが引っ張られて、自分まで鬱のどん底に落ちたりします。実際に会わなかったとしても、メール、今は LINE かな、送られてくるメッセージを見ていろいろ詮索して落ち込んだり、不安になったり、パニックに陥ったりします。
なので今入院中に連絡先を聞かれても絶対教えないし、その場だけ一期一会の入院仲間として入院生活を送るようにしています。今回は少し重めの話が増えてきましたね。まだ解放の話なので、閉鎖の話になるともっと重くディープになりますよ。楽しみですね。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もぜひ見てくださいね。お茶一口も飲まなかったな。